はい、ふめむチャンネルのふめむです。今日はですね、実家の小屋に来ています。ここは私がですね、20代後半から30代後半まで住んでた小屋ですけれども、そちらの方にですね、今日は、知り合いの人がですね、ウォシュレットを取り付けてくれるってことで来ました。そのついでに以前ですね、友人にあげたパソコンなんですよ。こちらですね、このパソコンがもう新しいの買ったんでいらないということになったので、こちらのパソコンをですね、再利用したいと。このテレビもですね、古いレグザですけど、これももう録画機能とかもできないやつをここに小屋に持ってきてあります。一応これをちょっとですね、つなげて、まあ、動画再生用にしたいと思います。それではちょっとつなげてみますね。ではとりあえず、はい、普通につながりましたね。こちらのね、パソコンかなり古いんですけど、 HDMI 端子が使えるボードが積んでるんで、 それ端子を1本つなげれば普通につながりました。簡単ですね。古いパソコンのくせに非常にいいですね。ちなみにこれね、一応古いパソコンなんですけど、ハードディスクもちょっと大きいの積んでるんで、この中にまあいろいろ取りためた動画とかをですね、このようにアメトークさん今後やっていくんでしょうか、まあ、適当にこの辺見てみようかね。まあいい感じで映ってますね。はいはい、一応このようにですね、古いパソコンを再利用して、まあ動画を見る、動画見る用パソコンですね、パソコン、にしました。まあ、DVD レコーダーみたいなやつで取りためたやつを見るという機会しました。他にもね、いらなくなったノートパソコンとか、画面が映らなくなったようなものもですね、まあ、HDMI 端子もしくはなくてもですね、それ変換するやつが売ってますんで、それをテレビにパコッとつければですね、まあ、このように一応再生するための道具にはなりますんで、まあ参考にはならないでしょうけど、一応これはまあほとんど使わないね、私の小屋、実家の小屋のですね、方に取り付けました。ちなみにちらっとパッと見せますと、なぜかですね、こちら私の家に1個だけポスターがあるんですよ。サニーブライアンですね、すごい馬のポスターがなぜか1枚だけ貼られています。しかも夏場だというのにコートも並んでおります。こんな感じですね。以上です。